その人を騙して金稼ぐのはいかがなものかっていうふうに僕は思うので僕はやらないしそれをやってる人ってあ風雪のルフっていうタイプなんだよなぁと思うのであのドバイ在住であの仮想通貨とか進める人知ってる人で儲けてますっていう人見るとあまあ確かにそれは人騙せば儲かるけどそれで儲けてますっていうのってどうなのっていうふうに思ってたりはしますはい。 お金預けるだけで、年利何十パーセントにもなって、しかも、元本保証だし、世界的に有名な保険会社がついているから。絶対安心と誘ってくるのですが、私はポンジスキームだと思うんですが、違うのでしょうか？えっと、年利何十パーセントが確実に払われるのであれば、多分あの、世界中の銀行の利子もそのパーセンテージになってます。<laughs> 要は、あの、銀行とかも、じゃ借りたお金を全部そこに突っ込んだ方が得じゃないですか。要は、何十パーセントが保証されてるんだったら、その、日本中ならず世界中の銀行がそこにお金突っ込むし、じゃその、日本の国債とかもそこでお金突っ込むことになるので、そうすると、あの、普通の銀行ってもうどんどんお金、あの、預けてください。預けてくれたら利子あげますからっていうので、例えばじゃあ利子5%で、そのお金もらったとしても、そこに預けたら数十パーセントもらえるわけじゃないですか。何十パーセントが。したら多分ね、日本のね、普通銀行 銀行の利子とかが5%とか10%になっちゃうと思うんですよねっていうのがあるので基本的には嘘だよねって話だと思いますはい。皆さんチャンネル登録お願いしますここをクリックタップするとチャンネル登録できるからクリックタップしてみてねそして他にもいろんな動画がありますそちらの方もご覧くださいそれではひげやじでしたバイバイ